創作者は皆、神、を目指しているのだ。それは、違うだろう。現状の創作で利益、それを求めるなら独裁性、そう、神にならんとする意識、それは不要であり横島なる。お前は、その程度の人間なのか？神を目指さねば、願いは叶わない世界を救う。それさえも、遠い空の向こうだ。お前は何のためにそれを作ってる？金儲けのためか？そうです。お前はその程度か、このクズが。貴様の創作になど何の価値もない。割と、石原氏、その辺から感じる、創作に対する感覚。創作に価値などない。あの水素水のようなもの。石原氏の言い訳を見てると、要するに、俺は天皇だ。天皇に戦争責任を問うのか？そういう裏側が少し。その向こうに創作の価値、その全否定があって。なんとなく、根幹が見えたような見えないような。神尾瀬に、進む。